bao năm qua đi tìm bóng em, tìm giữa thế gian.裏で、1勝していれば、うん、こちらの試合で負けたとしても直接対決の前に、1位になる可能性が非常に高いので、1位はほぼほぼ残っているだろうなというところだと思います。それにして株式会社プロビジョンとしてはもう2連勝していないとそもそもプレーオフに上がることすら難しい状況になっていますので、はい、なのでまずここはもう絶対に勝たなければいけないというところ、うん、まあグループ A は全勝チームいましたけれども、はい、グループ B どうなるかっていうところですよね。はい、そうですね。さあということで準備ができたようです。ポケバレのあのセーフでお願いいたします。いきますよ、はい、アフターシックスリーグスタート。意識したようなバースが多いですよね。エイトリンから返しのピッチをためという意味で、そうですね、2回打てるかもしれないと思いますから、ただ、あえてあそこフィッシュ、そして展開、それにそう、あ、味方が守れてしまうような、いれば今は完璧やった気になりますからね。アニメに対してかなり自信が持っているカウンターチャンピオンを持ってきたという状況でない限りはここ難しいですね。やはりピック悩んでますよね。そうですね、おそらくゼビをファーストピックしたかったのかなっていう可能性はちょっと感じれますけど、ループになりました。おそらくこれミッドだと思いますね。悪くないと思います。2個この12.4 の中で変更、まあ、バフが入ってましたね、はい、スキルレベルが上がっていくことによってダメージが増加したバフを受けましたので、うん、まあ、序中盤の部分は W の、スキルによって、はい、アニビアのスタンというのをかわしつつ、うん、その先で、まあ、うまくダメージを合わせていくというのが一つ狙いになってくるとは思いますね、はい、ただスキルレンジで考えた際にニーコはアニビアの壁を越えられないチャンピオンでもあるので、そうですね、どうしてもエリアは相手との少し難しい寄りだとは思いますけどね。ただ先に抑えてきました。多分おそらくこれは自信があるということですよね。そうだと思いますね。ちょっと早かったのでバンの方をおさらいしていきましょうか。ブルーサイドプロビジョンがダイラダイアナニダリ、そして東日本電信の株式会社ベルコズルルゼリとバンスのファーストピックがニーコ、会社のピックがアニビアリーシンで、プロビジョンが逆境ですか。ここであこれ続いてのピック次第ではニーコの位置というのも変わってきそうですね。おそらくですが安藤がミッドに来る可能性が高そうにも見えます。アニビアが絶対にピックされるかどうか確信が持てなかったので、はい、そこの部分でも誘われたようなピックになってしまいましたかね。
サードピックプロビジョンは信者をこれでリーシンのカウンターとして置いてきましたが、ジャングルのマッチアップはどうですか？ジャングルのマッチアップは悪くないと思います。信者をとしても十分戦える。ただレベルの差が少しでもあると、うん、それだけでリーシンがキルを取り切れる可能性が出てきてしまいますので、はい、ファームでの遅れがないようにしたいというのはあるでしょうね。一番の狙いとしてはやはり、アニビオのレーンにガンクしてアルティメット吹き飛ばした瞬間に、うん、そのアルティメット帰国収集によって捉えるというところになるかなと思いますが、うん、そうですね。これ NTT 東日本も相手のこの構成が誰がどこに行くのかというのが読み切れないので、はい、このベイガー版これミッドベイガーを警戒して、要はだから薬草がボットレーンに行く可能性があるというところ、はい、そしてニークのスプレーではないだろうなということをかなり警戒してますね。サードビック NTT 東日本はなぁというピックになりました。プロビジョンは見えていないところ、 ADC とサポートがもう確定で見えていませんから、まずはセナからということになりましたね。ヘイトリンやジンクスのようなチャンピオンをバンしておいた方が個人的には良さそうでしたけれども、うん、まあ、セナは確かに十分強力なチャンピオンではあると思いますね。そしてここもアニビアからすると、まあ、遠距離から、自分のアルティメットが止められてしまう可能性のあるアルティメットを持っているオーンを、はい、まあ、警戒してのバンということになりましたね。あ、ジンクスは消す、うん、そうですね。やはりジンクスのような後方からプッシュが早くタワー CG が得意なチャンピオンを取られてしまうと、うん、NTT 東日本のコスかなりタワー CG の力をかけてますから、はい、ジンクスは相当フィットするチャンピオンだと思いますね。であればヘイトリンですね。でも悪くないかなと思いますね。ボットレーンこのままケイトラックスという形にしてもエンゲージツールはありますし、タワー CG の能力も高く、ドラゴン周りでのファイトも非常に強力というところで本当に構成でしたよね。ドライアゲージガヤは相手の構成的に見ると危ないチャンピオンでありますね。そうですよね。おそらく安尾やニーコのエンゲージをさばきたいというのが狙ったと思うんですが、おお。さあトピック出ました。プロビジョンヨネベインで出揃いましたが、これ誰がどこだ。ボットが、トップがヨネ、はい、ミッドが安尾、ボットレーンがベインという形になると思いますね。ニーコサポート自体は、はい、一時期よく、まあ、東急でもたびたび見かけるようなチャンピオンではあったんですけれども、最近のバフによっていけるかもしれないということかもしれないですね。なるほど。まあ、ヨネとヤスオに関してはちょっと難しい部分ではあるので、どちらがミッドに行ったとしても不思議ではないんですが、ヤスオがナーに対して非常に有利、一方でアキリアの相手をヨネ化するのは少し難しいということで、はい、まあ、ヨネをトップに送って、ヨネでもナーの相手はかなり容易ですから、はい、ヤスオの、ウィンドウォール2つの壁を使ってアニビアのスタンを避けようと、そういうような形になると思いますね。ただなんか選手名とサモナースペルを見るとなんかその通りではない気がするんですけど、そうですね。まあちょっとね、ゲームが開始するまでは僕たちはわからないので、もしかしたらロール変更の可能性もまだありますから、まあただ何基準的には ADC ヤスオトップレーンベインということになります。あ、まあ、全部に共通していることはベインであろうとヨネであろうとヤスオであろうとナーの相手は非常に簡単ということです。はい、どのチャンピオンを使ってもナー相手はハードカウンターを取れていたので、うん、トップレーンに誰が行くかというよりかは誰がゴトーマン選手のアニビアの相手をするのかという方が個人的には気になる要素かなというふうに思っていた中で、ヨネで行きましたね。リスクもありますが、はい、かなりリターンも取れる選択になったかなと思います。スタン、ゴトマ選手のスタンリビアのスタンというのは、はい、通過していったタイミングで好きなタイミングで起爆ができるんですね。うん、そしてそのタイミングで周囲にいたチャンピオンにスタンを与えるという効果なんですが、ヨネは E スキルを使うことによってその自分が今までいた位置に、まあ、本体を置いておいて、はい、魂で攻撃をしに行けるというところでスタンをそうやって避けるっていう作戦があるんですね。それを使うことによってゴトマ選手のダメージトレードを成立させるというのが狙いだとは思います。さあということで、これ以上負けられない試合でここで面白いムーディスと対戦をしてきました。タンクが、まあ、純粋なタンクがいるわけでもないですし、ベインというチャンピオンはテルダメージでダメージ出してきますので、そういった意味でも、まあ、このダメージ量でも十分なんとかなるだろうと、はい、タラルト選手もおそらく魔法ダメージかけたようなビルドにすると思いますので、うん、まあ、魔法ダメージは、シトラストラータ選手が若干出すというところと、はい、タラルト選手に期待するという形になると思います。さあミッドレーンですが、後藤はレベル1から9スキルフラッシュフロスト持ってきましたね。
まあ、レベル1は基本的にこのスタートになると思いますね、うん。Q スキルはその通過しているタイミングと起爆した2つのタイミングでダメージ判定がありますので、それによってのダメージトレードを可能にするというところが基本的な狙い。さらには簡易スキルなので、ウェーブを押しやすく、はい、レベル2を取りやすいと、レベル2ある程度 早めに取りやすいというところも評価点だと思いますね。あ、そして今回ザヤはリータルテンポということは、まあ、エアリーを使った脅威ザヤではないということですかね。まあ、そうですね、ポーク主体にした方が良さそうであったんですけれども、うん、今回あのピック段階ですと誰がどう見てもベインがトップに来るとは思いませんでしたからね。グレーシャルオーグメントまで発動している。ただしっかりと返しているのはオレゴメス。ティアルバーガーのところギリギリフラッシュヒール間に合ってはいるが、それに対してフラッシュイン、ただノックアップも続くためフラッシュアウトに当てて、これでノーデッドです。ただ全体としてこれでティアルバーカ選手はコールせざるを得ない状況になりましたから、はい、ここは TT 東日本の方が若干ですが奪われましたね。いや、かなりレベル2のタイミング仕掛け方は良かったんですけれど、反応が早かったですね。そうですね。さあ、ここと松本のスキルが求められます。今の手に関しても、はい、先に2スキルを使ってしまうと、うん、戻りそうなタイミングに合わせて直線上に Q を置いておくと、はい、戻った場合に戻った位置でスタンプするっていうテクニックがあるんですよね、はい。オーサーのシュート、このタイミング Q スキルをフラッシュで避けていて、そのままストロラスランザーが仕掛けていきますが、ちょっとスキルが当たらなかった。そのタイミングでシュートが頑固仕掛けていて、そのままファーストブラッド獲得は NTT 東日本になります。今のはもうすぐさま後ろにフラッシュでも良かったかもしれないですね。このタイミングで壁を使ってるんですよね、はい。なのでここで後ろにフラッシュを使うことによって、うん、後藤真選手タイムフラッシュを使わないと追撃ができないという状態にできたはずなんですよ、はい。それであればもし倒されたとしても相手のミッドレーンもフラッシュがない状況ですから、進路がガンクがかなりやりやすくなったはずなんですよね、はい。なのでネイリー選手の学校を呼び込むためにも今のフラッシュは後ろにするのが良さそうでしたけれども、まあおそらくですが、はい、スタン、さらにはシュート選手の Q というところが即座に打たれるだろうということを判断した前フラッシュだったかもしれないですね。なるほど。実際スタンは避けていたわけですから、うん、あそこでシュート選手が Q をすぐに打っていればスキルが足りないという状況で逃げれていた可能性がありましたからね、うん。さあ、これシュートに1キルが入ります。妊娠に入った状況というのは非常に大きいですね。ハルド面白い位置、絡まれから合わせる形でのティアルバーカー、風投げを使って前に出ていきますが、ブレードコーラー、いやー、このブレードコーラーを後ろに壁を出すことによって戻る羽を消すというのが安尾対ジャイアのテクニックなんですけど、このタイミング巨匠当たっている共鳴撃で追撃、そこに対してはハルドフラッシュアウトの判断、さらには絡まれはツーマンスネアでありますが、ティアルバーカの HP が少しないので追撃ができない。ただガンクはさばきました。ハロ選手できればティアルバーカ選手の Q の策が溜まっているタイミングで絡まれを当てにいきたいですね。そうすることによって絡まれで CC 固まっている中で、さらにつむじ風、はい、打ち上げによって一方的なダメージ取るというのが行いやすくなりますよね。さあ、トップレーンはやはり大方の予想通りデスパイアグラスプが有利な展開続けていきます。そういったところでも銃先に行ってますからね。ただ、まあ、ザオ選手も倒されてないですし、リコールによって強制的にリコールさせるような状況にもなってませんから、はい、ここまでのところはうまくレーニングできてる方だなと思いますね。もうちょっとスキルを発展させた方がいいと。そうですね、もし強気なトレードをして、レベル6以降であればいつでもキルチャンスが狙えるというような状況にできるぐらいの、有利対面ではありますので、うん、ネイリー選手のガンクプレッシャーなども生かしながらハードエアプレッシャーをどんどんかけていきたいですね。ただ先ほどからボットレーンのこのハロールドの絡まれの精度がいいですね。やはりこう2対2という状況もあってかなり当てやすいんですよね、うん。どちらか一方に当てるというのが行われてますね。ただこれシュートの位置が分かっていないか、バレてないですね。2シュートここで見える、これによってガンクが当たることはありませんでした、うん。ハロード選手もしっかりと下がることができましたね。これでボットレーンにいるという情報を掴みましたから、上側の機械を取りに行くということもできたんですけれども、はい、まあ、ちょうどここは先にリコールをしておくことによって、まあ、下から上上がっていけば、ネリー選手がレベル6が見えているタイミングで、シュート選手ちょっとガンク中心に動きすぎた影響でファームがかなり遅れていますので、はい、レベル6先行からのファイト、これであれば3対3でも2対2でも圧倒的にネリー選手の方が有利な形ですね。なのでプロビジョンの方が勝てる集団戦が作れると思います。なるほど。そのタイミングでネイリー選手はボットに向かいました。すでにインファノドレイクが上がっている時間帯です。インファノドレイクを取りに行くよりもガンクを先にした方がいいので、いや、ここレベル6を急いだ方がいいと思いますね。おそらくこのワードを食べてもレベル6にはならないですよね。そうですね。クルーグ食べたかったですが、基本的によくあるのが
2周目のバフ、はい、プラスワンキャンプによってレベル6になるというのが、最近のジャングラーの経験事情になってくると思うので、なので今ここのスーパーキャンプを狩ることによって確実にレベル6にはなれると思いますね。はい、現在ブルーの位置ですが、ちょっとこれは可能 HP が少ないか、ただスタートできないですね。ちょっと難しいですね。場合によってはティアルバーク選手のレベル6で待つ可能性もありますね。トップレーンファイナルアワー展開でハンドからもう一度グラスを落とすことにも抵抗しました。そうですね、このような形でどんどんと積極的にレベル6以降はキルチャンスが出てくるようなマッチアップですから、うん、これを生かしたいですね。さあストルラスラナダスセットアップですが、その道中にはワードが置かれています。これは気づくことができました。ボットレーンが置かれてしまっている影響でトライブッシュのコントロールワードが一気できなくなってしまっているというのが苦しいですね。はい、これによってミッドからボットへというようなローム、さらにはジャングラーの、ランクというところもルートかなり制限されてしまってますね。はい、おっとこれトップレーンシュート選手入りましたね。フラッシュ交換が行われているんですね。さあリフトヘラルドが湧いてすぐ触りました。シュートテレポートから反応する判断するのであればいけますが、いやここはネイリー選手としてもすぐにドレーク始めるべきですよ。トップレーンでガンクしたことはディスファイアグラスプ選手から分かって伝わってるはずですからね。はい、すぐ触りたいんですけど、ここはあヘラルドを止める判断。ネイリー選手もちょっとミッドを通過してトップサイドに行くような動きを見ています。いや止めきれないと思いますよ。これは逆に止められないとなると前がかりになってしまいますので、ね、かなり怪しい。あーいやーネイリー来たんですがリフトヘラルド抑えたのシュート。いやーこれ全体的にちょっと味方のカバーであったり、はい、おそらく多分このタイミングでのチームのコミュニケーションの内容だったと思うんですけれども、うん、ちょっとネイリー選手のファームが止まってしまってたんですよ ね、 そうですよね。全体的にボットレーンのカバーであったり視界確保ガンクもしようというところでたびたびネイリー選手のファームが止まってしまったことで、今ようやくミッドレーンの経験としてレベル6でしたから、はい、ファイトタイミングを失ってしまいましたね。シュート選手がもうレベル6になってしまいました。こうなってくると少し苦しいか。ボットレーンはこの攻撃力オレゴメスが維持しています。ギャルバーカ選手は、かなり攻撃的なキーストーンを選択してリーサルテンポを選択してしまってますから、うん、アラスに対して体力の維持ができなくなってますね。レフィー戦2マンになったソログに対して飛び込んでいく。いやただアルティメットは飛ばすまでに至ってしまった。すぐさまシュートが竜の怒りでゴトマン助けました。さらにはゴトマン選手のスタンピチカリ決めてましたね。はい、それによってメフィー戦飛び込んだ後のシュタロータナス選手が動けなくなってしまっていたダメージが加えることができませんでした。クレーンはお互い強い強いですがザードはプンスコゲージが溜まっているのでメガナになって、まあ、実質的に HP を回復することができます。ヤンセットを使ってない状況ですから、ここでスパイグラス選手としてもやらばチャンスを狙いたいところですけれども、あまりにもリスクが高すぎるということで下がる判断してますね。からにはカワのところでネイリーとシュートが勝ち合ったためにネイリーのスキルが分かったのでザード強気に前に出ます。1人のファイトタイミングを逃してはしまったんですけれども、はい、まあ、クロビトンとしては中盤のチームファイトがかなり強い構成になってますので、うん、まずはミシック完成までレーダーのミシックが達成するまでは強気なファイトを避けてそれ以降で戦っていたいですね。からまでアルティメットスキルコブブロさん無理やり当てた。後ろがストラスラナタスですがここでパッシブ削り切ることができるか。いけると思いますね。さあトーマーキル獲得成功ストラスラナタス。いやー本当にハロルド選手の絡まりの精度によってチームが有利に傾きそうですね。はい、いやーこれはいいロームになりました。ビッグの均衡を絡めてくれましたよ。ここは非常に素晴らしいプレーですね。あとはトップレーンで1キル転がることがあれば一気にデスパイアグラス選手が有利なレーニングにできるとは思うので、それを狙いたいですね。ネリス、パワーダイブでもいいので成功させたいですね。はい、どうですか。ターダイブを成功させるために僕ミシックが必要だと思うんですけど、そうですね、特にネイリー選手のミシックの方が重要になってくると思いますから。これフェザーストーン使わせた。やはり絡まれに合わせるつむじ風は強いですね。アルティメットスキルまでは打ちませんでしたがフェザーストーンを落とすことは成功しています。
平野は犬くん選手見えていませんでしたし、オレゴミ選手がイグゾーストを選択してるんですよね今回、はい、というところもあって今の木の中心を打つと自分がタワーダメージを受けつつさらにイグゾーストのダメージイグゾーストをもらってしまうというところでやめてましたね。非常に難しい判断だったと思います。さあドラゴンタッチは NTT 東日本フラッグを避けてネイリー、ただ前に出ることができません。絡まれもハロルドシュートに当てていますがインファナルドレイク獲得は NTT 東日本、いかない判断見事だと思います。今ポップロストがギリギリですが上がっていませんでしたので、あそこで仕掛けてしまうとハロード選手が中に飛び込もうとしてもまずそもそもフラッシュがないので CC を当てるのが難しい、全体的に窓見せような形でファイトをしてしまうと NTT 東日本の方が有利だったと思いますね、はい、ただストランスランス後藤間に対して仕掛けていくメインフン一戦からの新進戦はどうだ、ギリのところダメージ、ただブリザードの上、いやーただ完璧にダメージトレードはストランスランスちょっと有利ですよ。いやちょっと今フラッシュインからいやートロキルだ、さあ逃げるところシュートが追いかけますがトップレーンザードがトロキルだ、フラッシュとアルジャック使いましたね、ジャングル中シュートがストロスラナタスを取り切って 2-1 トレードです。いやまずミッドレーンからなんですけれども、はい、おそらくストロスラナタス選手ダブルテーカーさん進みましたね。フラッシュアウト対応メダストームがないタイミングでのハロルドの仕掛けでありました。思ったらそこに対してネリー絡まれた、ギリギリ当たっていない、イグゾースを使ったそこに対して飛び込んでいく、オレゴメさんこれはもう逃げ切ることができない、フラッシュを使った後2マンノックアップ僕中心は後ろにムクに対して打ちましたがタワーダメージを受けるということで1球のみにとどまります。イグゾーストも使っていいプレーではあったんですけれどもね、それでも足りませんでしたね。ただこの間にシュートはカウンタージャングルしていくのでタームさというところがどんどん広がっていきますね。ただこれボットレーンでタワープレートまで取れることがあれば合格的はそこまで損な交換ではないですから、フラッシュから飛び込んでいく兵器迅速ネイリー風勢雷鳴、あと一発が届かないか、絡まりも届かない、さあティアルバーかなら届く、うん素晴らしい。さあこれでキルを立て続けにプロビジョンを抑えていきます。これは分からなくなりましたね。まずヨネがキルを持ち始めたということもありますし、ここでようやくやっとにもキルが入ってきました。このストルアサラータス選手とティアルバーカー選手のキルが入っているというところがかなりプロビジョンからすると追い風になりますね、はい、プロビジョンとしてはここの2人が重要なキャリーということですからね。そうですね、ディスパイアグラフィック選手はこのシーズンの状況を見てもらえば分かるように、はい、先ほどのようなソロキルさえなければ、うん、自然とシーズンの差がついて育っていくことは、まあ、可能な例なんですよね、はい、なのでここにゴールドが多く入ることよりも、まあ、何かアクションを起こさないとゴールド入れにくいミッドボット、はい、ここに対してアクションを仕掛けているというのはいいですね。さあサードこのタイミング仕掛けていく、うわーメガナーのアルティメットに対してはパニッシュメントで避けた、さらには表彰までステップで回避、これがデスパイアグラスプの個人技、いやこれさらには危ないですよ、前に出ていくシュート、ここはたまらずカバーには行くが今度は強襲当たってしまう、アルトメットスケリュウの怒り、いやただインクをフラッシュアウトで回避する、モンスの強襲共鳴撃、ただタンブルで反応、パニッシュメント手前に引き寄せた、そこに対してネンディが間に合った、デスファイアグラスプ生存1キル獲得、プロビジョンこれぞベインですね。そしてストロランサナータ選手来てますよ、これフラッシュフロスト、いやただ当たってしまった、ブリザードの上はなんとかウェイフリー戦で逃れてはいきますが、いやただそれにしてもデスパイアクラッシュ、あの個人技から仕掛けていく、さらにはテレポートで見つけるシュートが逃げ遅れますね、シュート選手逃げた先、あー惜しい、少しでも早ければ壁に打ち付けられていた、いやこれ NTT 東日本の返しもお見事ですけど何よりプロビジョンですよね、はい、まず仕掛けていったところをしっかりとプロビジョンがいなしてデスパイアグラスプ選手の個人技によって1キルまでつなげるようなプレーになりました。ただその後立て続けにしたらサナタ選手まで呼び込んだのは返し方な、キルを取ろうとしたところに対する NTT 東日本のカウンターも見事です。上昇共鳴撃、飛び込んだシュートに対してすぐさまアルティメットで展開していく、後ろからデスパイアグラスプの TPS もある、グラストコーンから追いかける形、強調は当たっていますがシュート逃げていく、ただミッドレーンから後藤マンがやってきてフラッシュグロスト、ただそこに対してパニッシュメントが当たっている、ネイリーに対してはいやただこれアルティメットがないのでゴアドリンガーからシュートがダメージを出していく、ただシュートもう一度ダメージ入るところに関しては問題なく下がっていきました。ただこれはリフトヘラルドを抑えるの NTT 東日本になりそうです。
惜しいところでしたね。ちょっと人数の問題で、あのタイミングでヘラルドのために人数を寄せていたのが NTT 東日本側、はい、そこに対してプロビゾンとしては一旦リセットような形でかなり、メンバーが散っていました。特にボットレーンには2人しっかりといたので、どうしても人数で勝つことができなくなってましたね。だんだんとネイリーにもキルが入るということはフロントラインとしての性能を増しますよね。そうですね、特に今回はネイリー選手のアルティメット三日月投手の効果によって外からのダメージを受けないということが非常に大事になってきます、はい。これでいうと後藤真選手のダメージであったり、何よりもボレゴミ選手のダメージが一切通らなくなってしまうので、これはかなりそのネイリー選手が育つというのもプロビジョンからするといい状況になっていると思いますね。さらにはファーストタワー、ボットのアウタータワーを先にプロビジョンが追っています。トップのアウタータワーは遅れる形でのファーストタワーになります。セカンドタワーになります。ただリスヘラルドミッドに展開してタックルが通れば、ミッドのアウターもさらに抑えられるという NTT 東の方、さらにはマウンテンドレイクタッチしていきます。あー、セクタもここはテレポートでガードを寄せる判断。まあ、ここはもうドレイクは捨ててそのまま形ですよね。米風一転、ちょっと飛び込みすぎたカストロラスナータスに対して反応している、逆に打ち返されてしまう。マウンテンドレイクはすでに獲得した後、ポップロブサムも5人全員避けていく。さあこれで1キルとドラゴン獲得、さらにはミッドのアウターまでかっさらいました NTT 東日本。ちょっと今のはファイトしてはいけないタイミングでしたね。要素として一つがまずスパイアグラス選手がヘラルドを処理するためにスキルを使っていたり、そもそもマナが少なかったという点、さらには後方視界が全く取れていないという中で、グループしている NTT 東日本の中にどうやって飛び込んだらキルが取りに行けるかというビジョンがプロビジョンの中で見えないような形になってますよね。その結果によってシトラストラータ選手が飛び込んだんですが、一番奥に簡単に飛び込めたシトラストラータ選手、はい、残りのプレイヤーは簡単に行けないチャンピオンたちですので、今のは1人突貫してしまったような形になってしまいましたね。ただ全員が避けたからこそではありますが、あれストラストラナタスのアルティメットスキルメフイ戦が当たっていれば復活収集してるんですか。ただそうしてもデスパイアグラスプ選手であったりネリー選手が飛び込むのにはちょっと時間がかかるような状況ではありましたので、かなり戦いにくい状態だったのは変わらないと思いますね。一番のファインプレーはインム君選手ですね。メイク一戦で飛び込んできた米の足元にサイレンスを引くことによって E で元に戻れない状態を作ってました。これがまあ米に対するカウンターの要素になっていましたから、これを引き続きやっていくことによってシトルダスラータ選手へのプレッシャーにしていきたいですね。さあそのままのローテーションで NTT 東日本がボットのアウタータワーというところを破壊していきました。ただ逆にこれはデスパイアグラスプがトップのアウタータワーローカルボールドまで獲得していきます。ローカルボールドで見ると若干デスパイアグラスプ東日本が有利になっています。やはりミッドタワーを取れている分だけタワーのアドバンテージもありますし、国家的な資金のアドバンテージというのも取りやすくなってますね、はい。今プロビジョンがプラスに考えられる要素としては、はい、スパイアグラスク選手がかなり十分ファンが取れているという点ですね、うん。これによってコアの進みがいいですし、ここから先コアが進んでいけばどんどんガード選手に対してその日を狙いやすくなっていきますので、はい、そういった意味でサイドレーンのプッシュ勝負というのはプロビジョンが勝ちやすくなっていると思います。さあプロビジョンローテーションから1ラウンド1になるでしょうか。対する NTT 東日本ボットレーンにガードを置いてボットレーンに後藤マンを置く判断、まあ、こちらも 1-3-1 を返すというような形ですね。これが、まあ、ポピュラーな、広がり方になると思います。でこれに対して今一つ重要なのがザード選手がシトラストラーナ選手の元に向かったというところですね。テレポートの M というところもあると思いますが、1番はデスパイアグラス選手の前では勝てないからですね。メイフリー戦フラッシュアウトの判断中と、ちょっとここの 1v1 ティアルバーカとシュートの 1v1 はやはりシュートの方に軍配が上がりそうです。ティアルバーカの選手まだミシックが完成していない状態だから、かなり素材アイテムを多く持っている状態ですから、現状でいうとちょっとやはりパワーが足りてないというところがあるので、安全にファームできる場所を作りたいですね。ミッドレーンはオレゴミスが押してというようなタイミング。デスパイアグラスプ対後藤マンのボットレーンはどうでしょうね。後藤マンに対してデスパイアグラスプ選手が押し切ることができるでしょうか。押し切れはすると思いますね。やはりその後藤マン選手がディフェンスを引いたとしてもパニシメントによって一回はすぐにキャンセルということができますから、はい、スタンさえ当たらなければ後藤マン選手がしてみてもベインはかなり厄介な存在になるとは思いますね。壁も場合によっては悪用されてしまう可能性があるんですよね。そうですね、はい、要が
それも含めてちょっと後藤真選手としては相手の動きにはかなり警戒をしなければいけなくなってますね。いやー、ただハロルドがところどころでいい動きを見せていきますね。これ画面下で10回ぐらい出しちゃってますね。あ、本当ですね。ボッテンのワンドイワンのところで後藤真選手が見えてない状態でスタンを打ちに行ったんですかね。それを、もらってしまったことから認識して話を落としている可能性があるので、ちょっとこれ強気なポジション取れなくなりましたね。さあ、だんだんとエンティティ東日本がミッドレーンに集まり始めました。このドレイクタイミングという中で、ここはゼカヒでも NTT 東日本抑えたいですね、うん。ドレイクカウント 3-0 になると、次はもう嫌でもプロビジョンとしてはドレイクの前に集まってファイトをしなければいけない状況になりますので、はい、形が悪くなりやすい。プロビジョンとしてはここを取ることで、場合によっては次のドレイク1回スルーしてバロンをラッシュするという判断もできるかもしれないですし、何かの、オブジェクトと交換するという判断が取れるようになりますので、うん、ここはまあ取っておきたいドラゴンにはなっていると思いますね。あー、ただティアルバーカモータルリマインダーサート、あー、回復効果がまあ金属の選手になってありますから、はい、回復を阻害するためにもということですよね。基本的には2個目に積むことが多いんですけれども、今回は自分があまり育っていない中で仕事を見出すという形ですかね。さあ、ハロルド、ちょっと壁に捕まったような形でポップブラッサーもこれは打たせましたか。ただ、レフリー戦でいい形で入っているネイリーも味方投手を展開して、オレゴメスに対するエンディングになるか、ちょっとフォーカスがばらけているようにも見える。シュートが仕掛けていく、ユーの怒りからの共鳴劇、ただそこに対してはデスパイアグラスがパニシュメントの反応、なんとかシュートは守りの方で下がっていく間に、インム君がネイリーを落としている、さらにはデスパイアグラスに対しては、後藤真が追いかけて、ブリザード、さらには後ろから、ただザードが何度か回復する、ギリギリのところデスパイアグラス、強勝当たっている、共鳴劇、フィジカルダメージ。5-0 エース、NTT 東日本がエースを獲得していきます。入りが本当に難しい形になってしまいましたね。ハロード戦からタイミングフラッシュが残っていれば、アルティメットからフラッシュを5位使ってもよかったかなというようなシーンでしたけれども、本当に後藤の数字が素晴らしいですね。アニビアの連動が非常にあるので、今みたいなところでもあそこが甘えているポジションであると即座に判断した、うん。ハロルド選手としてはあの形まだ味方がしっかりとポジションつけていませんでしたから、はい、フラッシュを早々に使ってでもあそこは下がるべき、一度リセットをかけるべきポイントだったと思いますね。さあ、残りバロン4000というところでフラッシュインからハロルド強引に入っていったが、サイレンスが効いてる。どうだ、いやポブロスも展開できず、さあネイリーそのタイミングで入っていく、残り HP は1700というところで竜の怒りから蹴り飛ばした。前に出ていくところ、パニッシュメントでオレゴメスに対して CC が入っているが、それでもスネアが入っている。ストロラスランタス安全圏には下がることができました。後ろからティアルバーカ、ただ後藤真の壁に対しては、いや強勝強命義でシュートが取り切った。さらには壁が邪魔で下がることもままならない。ティアルバーカー下がるところに対してはザードが追いかけていきます。レベル差は3、いやさらにはスローが当たっていく、前に出ていきますが後藤真も待っている。相馬は後藤真のブリザード、エース獲得、もう一度 5-0 を取っていったのは NTT 東日本です。いやプロビジョンとしては冷静さを保つことができませんでしたね。ここに関しても5人全員が集まっていない中でバロンに対してもうすぐさま止めに行ければバロンがキャンセルされる、あるいは何人かキルは持っていけるだろうというところだったんですけれども、シュート選手がまずここ蹴り出しながらバロンを継続しつつ残りのメンバーでしっかり下がっていく、さらにはここのサイレンスですよね、はい、イブキ選手クラッシュアウトしながら、しっかりとストラルサナタ選手の足元にはサイレンスを敷くことによってダメージが出せない状況を作り出した、うん、本当に細かいスキル一つ一つの挙動ではあるんですけれども、うん、NTT 東日本が常に相手の行動に対するカウンターを取れているというところが上回っている要因になってますね、うん、いや要所要所でインム君選手のいいスキルのサイレンスが決まってますよね、うん、本当にこのサイレンス一つ打つのも非常に難しい、かなりクールダウンも長く、このスキルがうまく使えるかどうかによって今回のプロビジョンの構成に対する、まあ、カウンターも決まってくるわけなんですけれども、うん、今のところかなり完璧に、はい、シトルス・ラナタス選手の攻めというのをいなせているんですよね、うん、本当にオレゴメス選手のエグゾーストもそうですが、誰にどのようにしてかければ相手のダメージをカットしきれるか、はい、今のシーンもサイレンスをかけつつしっかりデスパイグラス選手にエグゾーストをかけながら邪魔をしていたというところですよね、はい、いや本当に強いなというチームですね。後藤真選手あれほど連戦に負けていたようには見えないですよね、まあ、苦しんでましたね、本当に、まあ、はっきりと負けたというほどではなかったんですけれども、はい、
やはり今までの後藤真選手、アニビアから考えるとかなり苦しんでいたのが事実でしたから、その中でここまでの、まあ、集団戦のパフォーマンスというのは本当に見事ですよね。さあ、バロンバフを持っています。バロンバフに対してデスファイアグラスプ、ここも1対1というのが確定するのであれば挑むことも可能だと思うんですけれども、はい、やはり1対1である保証がないので、うん、下がらざるを得ないですよね。うん、バロンバフを使っていってミッドボットを押し上げているのは NTT 東日本です。ただその間にシェトン・ラスナーナタスがセーブに抱いてネイリー味方コースまでは展開しました。トップレーンの 1v1 ゴートーマンとシェトン・ラスナーナタス、レベルが2ターある。ゴートーマンギリギリのところでコースとは逃れました。シェトン・ラスナーナタスもいきなりと切ってエスとはなんとか逃れました。そうですね、この形を見るにノーワン相手に武器を詰めた磯本シルバーサッシュですね、うん、交流すれば一気にシトルスラータス選手が倒しきれる気はしますね。現状のあのタイミングでスタンをもらっていてあそこまで削れるわけですから、はい、そのシルバーサッシュの防御的なアイテムを積んだとしても火力面で足りなくなるということはないと思いますね、うん、3-1 が一番効果的なタイミングではあったんですけれども、ここまで邪魔できるとなると話変わってきますね。さあザードに対して2人で入っていく。ファイナルアワーからフラッシュインタンブル、すぐさま星に願いを使用しましたがとんでもないダメージからシャットダウン、まあ、今回ザード選手武器ばかりを積んでいるので非常に耐久面がボロいという状態になってますので、はい、そこをうまく効きましたね。どうでしょうか、プロビジョンとしてはこれはデスパイアグラスプ選手に育ってほしいというプランに変更しましたか。それ以外にもう勝ち目がないというふうに考えてもおかしくはないですね。唯一このタイミング今勝てる道があるとすればシトラントランタス選手がサイドレーンに出てきたチャンピオンを1対1で制圧する、はい、さらには集団戦でデスファイアグラス選手がキャリーをする、この2つになっていると思います。おっとデスファイアグラスすごい強気だ。このタイミングで東側のジャングル制圧できるんですね。そうですね、これは本当に大きいと思います。特にここから視界を消しつつ理想としてはドレイクが上がるまで待ち構えてドレイクは即スタート、うん、今回ちょっとポジションが取れなかったのでおそらく NTT 東日本このドレイクは渡す判断になると思いますね。まあここ一つを渡したとしても、はい、次さえ取ればエクセクソールですからね。いやちょっとこれ離れすぎてしまった。うーん、視界が消しきれてないですね。あと5対5でお見合いする形になる。お見合いすれば強いのは NTT 東日本ですよ。行くぞ、とかかってる上の方で少しデスファイアグラスが捕まっているシーンがありますが、ドラゴンノックアップ、冥府一戦は2枚になった。さらにはザードがデスファイアグラスを1人落としている。いや、さらにはスティールだ、スティールになった。テクステックソウルを獲得したのは NTT 東日本。シュートに対して入っていくのはネイリーでありますがダメージの差が違いすぎる。強勝強撃で追撃、ネイリーに対するエイミング後ろからオレゴメスの DPS、 4キル獲得 NTT 東日本。テクステックソウルを超えての4キルです。これはこのままエンドイットも狙えると思いますね。いやここ本当に惜しかったですね。デスファイアグラス選手が集団から浮いてしまっていて、はい、エグゾーストもらって大きなダメージが出せない中でザード選手とオレゴメン選手低い位置を作られてしまったんですよね。あ、さらに共鳴撃でポップブロッサムの中から避けながらのスマイト、素晴らしいですね。シュート選手本当にここまでのこの B グループの中で常に大活躍ですよね、はい、いやー、この動きをされてしまうとプロビジョンとしてはどうしようもなかったか。さらには取れるはずだってドラゴンもスティールされてしまってかなり苦しい状況続きますね。相当ゴールド化も開いてしまいました。ただプロビジョンの構成自体はレートゲームでも非常にダメージが出る構成ですし、はい、かなりここから先でも十分逆転の形をつかむことはできると思いますので、自分たちの得意な AOE の CC を絡めたコンボ、はい、コンボコンボによって相手を一気にキャッチして倒していきたいですね。デスファイアグラス君には3コア入ってますからね。なるべくデスファイアグラス君まで寄せたいですよね。レポート持ってますから寄ってくるとは思うんですけれども、集団戦が始まった瞬間にいないとチーム的なダメージは足りないので、はい、ここはもし戦うのであればもうすでにデスファイアグラス選手がテレポートするべきですね。うん、あ、ただ
オブジェクトバウンティー狙いでのボトルインナータワー狙っていきますか。さあボトルに移ったのですぐさまバウンナッツァに触っていきます。デスパイアグラフィックはやはりボトルインナータワー、これを折り切る判断。そこからテレポートどうするか、これは行かない判断になりましたね。行かない判断になります。ミッドレーンはすでにスーパーミニオンがデッカタワーまで到達している。さあこれでバロンナッツァ獲得 NTT 東日本。インナータワーは560ゴールドのバウンティーですから、これですとバロンが取れた700ゴールドのバウンティーと比べると少ないなという状況になってはいますね、うん、ただ、まあ、今この段階だとどこかで、戦わなければいけないんですが、はい、この判断をプロビジョンの中でしっかりできないと形の悪い集団戦になってしまって、うん、ネクサスが破壊されてしまうので、チームでしっかりと意思を統一したいですね。さあメインフリッシュいい形でフォーマンにはなっていくが、すぐさまフェザーストームの対応、後藤マンが感じている。サイレンスがそのタイミングで飛び込んでいくネイリー、ただシュートに対してはデスファイアグラスプが反応している。リュウの怒りで蹴り飛ばした。横からハロルドが見ていますが、もう一度共鳴撃、この 1V1 を押さえていくのはシュート。ポップウロス様遅れる形でハロルドを打ちましたが、いやすでに味方が4人落ちている。ハロルドはシュートが追いかけるだけでもう問題ない。強勝共鳴撃から5-0エース持っていったのは NTT 東日本です。このままエンドですね。いや本当に集団戦のうまいチームでしたね。さあ序盤なんて何のその、集団戦勝てばこのゲームは勝てる。ネクサスを追ってこの試合勝利したのは東日本電信電話株式会社となりました。さあということで第3試合の勝利チームは東日本電信電話株式会社となりましたが、この第3試合高さんいかがだったでしょうか。いやもう本当にその NTT 東日本の強さを見たなという気がしましたね、はい、序盤こそそのまあ珍しいピック、うん、この一本勝負に全てをかけたような構成をぶつけてきたわけですけれども、はい、ここに対してどうしても苦しむシーンが何度かありましたが、ね、中盤以降のローテーションの部分ですよね、はい、グループして人数有利で戦えるということが分かったタイミングで、うん、しっかりと相手のチャンピオンに飛び込んできたところにスキルを合わせる、イグゾーストを合わせる、サイレンスを合わせるというところで、うん、相手の攻撃を無力化していきながらしっかりと集団戦勝利していくと、うん、途中本当にもうゴーゼレスだらけの集団戦が立て続いて、ね、一気にもうゴールド差がもう逆転できない差まで広がってしまいましたから、うん、いや NTT 東日本の強さは、まあ、レーニングだけじゃないんだよということがはっきりと分かったかなと思います。ありがとうございます。さあそれではボール勝利いたしました東日本電信電話株式会社より勝利者コメントいただいておりますのでご覧ください。勝利についてですが、やっぱりアニレアを使えたことが非常に、まあ、嬉しかったですし、相手の個性にもしっかり下がったんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。ということで勝利者コメント聞きながらいかがだったでしょう。やっぱアニビア使えると嬉しいんですよね。そうですね。結構今回グループ B の中で全体を通して多分半分ぐらいはアニビアを使っていたような印象 で、ね、かなり得意チャンピオンで、あの戦績を見ても明らかにこう一つ頭抜けているようなチャンピオンだったので、うん、こういったチャンピオンは結構バンされるかなっていう傾向を、まあ、グループ A からも感じてたんですよ ね、 あの、はい、アクセンチュア の、 あのティーモだったりっていうのがあったので、はい、なんでちょっと意外だなっていう部分もありつつで、出すと本当にキャリーするなっていうところですよね。このどんな相手が来ても途中苦しい面はあるんですけれども、うん、やはりその構成に刺さったって言ってるところですよね。飛び込んできたところ、はい、味方が助けてさえくれれば、うん、アルティメットのこのブリザードがかなり強力なゾーニング能力を発揮しますし、今回特にその全体的にこう密集して戦うのが得意なチャンピオンだらけだったので、ね、アルティメットあれかなり厄介だと思いますね。さあ改めますにはなりますが、第3試合の勝利チームは東日本電信電話株式会社となりました。さあ続きましては本日のフロントパート最終試合となります、富士通株式会社対株式会社シティコミュニケーションズをお送りいたします。まずはこちらの対戦カードいかがでしょうか。
はい、まあ、どちらも、コンテレート右側のチームではあったので、うん、まあ、上位に食い込むというよりも、まあ、ここで本当に全てを出し切れるかどうかというところになってくると思います、はい、アフターシックスリーグのシーズン2 の、まあ、そのグループステージという中でいうと本当に最終試合になりますので、まあ、ここで今までの全ての気持ちを出し切って、今まで準備してきたものを全て出して、はい、それでどういった結果になるのかっていうところ、特にシティコミュニケーションさんなんかは、うん、本当にこの大会のためにもうたくさん多分その練習して準備をしてっていうところあったと思いますので、はい、それがこの、最終節の最終試合でどういった形で、見てくれるのかっていうのを楽しみにしたいですね。はい、さあ、それでは準備ができたようです。お決まりのポーズでよろしくお願いいたします。いきますよ、アフターシックスリーグスタート。さあ、始まりました。本日フロントパート最終試合です。富士通株式会社対株式会社シティコミュニケーションズからです。今回富士通株式会社は初登場の選手が2人ですかね、はい、ジャングルにタケちゃん選手、はい、でサポートにニャ選手、ニャ選手、はい、あくまでも別に本日にかかってるわけではないですね。ニャ選手2人ですかね、はい、ジャングルにタケちゃん選手、はい、でサポートにニャ選手2人ですかね、はい、ジャングルにタケちゃん選手、はい、でサポートにニャ選手、ニャ選手、はい、あくまでも別に本日にかかってるわけではないですね。あの収録日が2月22日あ、そういえばそうですね、はい、猫の日らしいですよ、はい、いいですね好きですかね猫派の猫派の意見が聞けたということですけれども、でも猫バンすると平犬派なんだと言われますけど、ね、そうですね、まあ、それはもちろんバンされたから当然の反応ではあるんですけどね。さあ、ということで番見ていきましょう。ミスフォーチュン、ビエゴ、ゼリー、まあやはりゼリーは大方の予想通り番、うん、まあ本日空いた試合でもあれだけの大活躍見せましたからね、はい、いかにしてゼリーがまずいチャンピオンかというのはもう皆さん分かったと思いますので、うん、まあ、これは本当に今あのこのライブパッチでこれだけ強いということですから、はい、まあ、普段も皆さんランクなんかで遊ばれる際も、まあ、ゼリーはかなり警戒した方がいいというチャンピオンなのは変わってないと思いますね、うん。そして今日4試合おそらくですけど全部バンされてはないですか、ベルコズです。そうですね、まあ、あの実際グループ B は使うプレイヤーが多いなという印象はあったんですけれども、はい、ここまでバンされるっていうのはちょっと意外かなという、はい、気がしますね。結構使いやすいチャンピオンではないので、うん、まあ、ただあの好きな人はすごい好きだなっていうキャラクターの設定からそうなんですけど、もうかなり来られたあのすごい凝ったチャンピオンなので、うん、まあ、スキルセットも含めてかなりやりがいのあるチャンピオンなのかなっていう気がしますね。さあ、ベイガーベインとバンしまして、ファーストピックに ADC ではなくサポートたちを抑えました富士通のレオナです、うん、お、そしてシティコミュニケーションズ、ことモルデカイザーということは、ことがサポートに可能性が高いんですか。ミストの可能性はまだゼロじゃないですね。一緒に取ったのがモルデカイザーで AB チャンピオン、魔法ダメージチャンピオンなので、うん、ここはそういった意味でのダメージバランスというところでも、かなり偏るということはないと思いますね。そう、セカンドピック富士通株式会社はザク、ダメージを出せるチャンピオンを取るのが大事ですね。サードピック富士通株式会社ジュニックになりました。あー、そしてコミュニケーションズはケイトリンと、まあ、ここ空いていたので取りましたという形で、そうですね、 AD キャリー間での相性でいうとちょっとジンクスに軍配が上がるようなマッチアップではあるので、はい、ケイトリンは今回相手のサポートがレオナということもありますので、うん、まずはこのレオナに捕まらず逆に飛び込んできたレオナをカウンターできるような形にしたいですね、はい、まあ、あとは使えるのであればサポートスレッシュなんかも合わせてあげたいなと思っています。スレッシュでよりかはモルガナあるいはラックスのチャンピオンでもいいかなと思いますね。モルガナであればレオナのハードカウンターにもなっていますし、うん、ラックスでも十分相手の脅威を、まあ、跳ね返す能力があるかなという気がします。スレッシュはちょっとやっぱケイトリンとの相性が悪い上に現在ではグレイシャルオーグメントを持たれてしまうとレオナにも勝てないというところがありますので、うん、ちょっとこの、まあ、マッチアップで出すには難しいかなという気がします。セカンドバンフェイクはシティコミュニケーションズよりティーム、シバーナ、エコーと3体バンフェイクです。スプレーン、シバーナなんかも警戒してるかもしれないですね、うん、まあ、あのチャンピオンもたまに出てくるとよくわからないなと思ってる、なんかとんでもないダメージを出して、そうなんですよ、あの特にやり始めたところって一撃でとんでもないダメージが出るチャンピオンってすごく印象に残るじゃないですか。そうですね、
シバーナは特にそういうのにかなりこうまあよく印象に残りやすいタイプのチャンピオンかなって思いますね。さあ、キーコミュニケーションズがここでジャングルの信者を抑えました。残っているのがミッドレーンとサポートレーンで 50% ずつといったところでしょうか。そうですね。対してまあ富士通としてはここはまずミッドレーンで AOE のダメージが出せるチャンピオン欲しいですね。ライズやビクター、ベックスなんかも悪くないですね。もう本当にザックとレオナのエンゲージに合わせるようなチャンピオン、セカンドエンゲージチャンピオンをここで取りましたね。今回であれば手前から手前からでも問題はないので、でもまあ信者に入って当たったとしても、アルティメット三日月総集打たれていなければ、まあ遠距離からのダメージ、そしてまあ打たれた場合は中に飛び込んでいくことによってダメージが出せるというところで、非常にバランスがいいかなと思いますね。さあ、そしてラストピックはトップレーン、ガレンということになりますが、キーコミュニケーションズは、おラストが出ましたね。ということは、まあ、フットはミッドになるんですかね。そのようになりそうですね。いや、これオコネル選手も今回ミッドトルクされてるんで、オコネル選手がミッドモルデカイザーですね。ああ、なるほど。であればトップセット、そうですね。であるならば、今回はガレンの方が若干ですが戦いやすい、はい、マッチアップ取れたと思いますね。このマッチアップ自体は、まあ、うまくやればセットも十分ダメージを返して、はい、キルプレッシャーを出すこともできるんですけれども、うん、まあ、やはりこのガレンのサイレンス中のダメージというところに対してセットが自由なタイミングで W を押せなくなっているというところがかなり大きいかなという気がしますね。なのでその分だけポンテム選手の方がダメージというのはやりやすいというマッチアップになっていると思います。さあ、ということで見ていきましょう。アフターシックリーグシーズン2デイ8ゲーム4、画面左下ブルーサイドが富士通株式会社、画面右上レッドサイドが株式会社キーコミュニケーションズの試合スタートです。やはりミッドモルデカイザーヒールとプレデターを添えて、面白いですね。 1V1 をする上でのちょっとディフェンス的な、集団戦に、も見せたようなヒールの選択でもありますけど、うん、プレデターによってトップレーンやボットレーンにも動きやすくなっているので、ここに関しては、まあ、かなりこう、チーム戦略的にも、考えられたようなキーストーンの選択になっていると思いますね。そしてラストピックでしたが、ラックスがサポートに行ったので、これはかなりいいピックになったんですか。そうですね、ボットレーンはかなり戦いやすくなったと思います。まあ、重要になってくるのはいかにレオナの攻めをさばけるかどうか、ニア選手の飛び込みっていうところに対してアタム選手がライトバインド9のスネアを返すことによって、飛び込んだけれども帰れないような状況にすると、であれならば、まあ、ケイトリンが、そこに罠を置くことによって、はい、ずっとダメージを出せるのはケイトラックス側になりますので、ジンクスレオナとしては狙う対象を一撃で落としきる能力を持つか、ジャングルを呼ぶかということになると思います。両ジャングラーはボットサイドスタートを始めましたね。そのようですね。ちょっとなんかこう面白いぐらい遠回りに動きましたね、シティコミュニケーションのボットレーンは。そうですね、ちょっとあそこのトライブッシュで待っているかもしれない、まあ内心はリバーのブッシュで待っているかもしれないというような動きでしょうか。まあ、お気にそのリコマンドですね、移動予測を打った時に、はい、まあ、たまたまああいう形になってしまったかもしれないんですけれども、ちょっとこれで、経験値がロストしてるかなと。なんかちょっと躍動選手もかなりこう後ろ目に下がったので、これ相当経験値を落としましたね。前3体はいなくなったと思うので、はい、確実にレベル2先行はジンクスレオナ側ですね。躍動選手下がりたい。デンスブレードから仕掛けていく。あー、なるほど。アータム選手のレベル1はシンギュラティ選択でしたか。まあ、ここはその選択で悪くないとは思いますね。レベル1から9を取る理由はないと思いますので、これはやはりレベル2を先行されてしまいましたし、この後の状況もちょっと苦しいですね。そしてここでタケちゃん選手がレベル3のタイミングでミッドレーンを狙うようです。さあ、見えた。ベトルスライムからノックアップ、合わせる形でのアーティファクト、後ろからファーストブラッドはタケちゃん選手に入ります。素晴らしいですね。ちょっと出てしまったのがもったいなかったですけれども、やはりザックの特徴としてはこう、まあ長い長距離のブリンク性能によってのガンクが非常に強力というところがありますね。長距離のブリンクもったいなかったですけれども、やはりザックの特徴としてはこう、まあ長い長距離のブリンク性能によってのガンクが非常に強力というところがありますね。そしてボットレーンでもノルが1キルを獲得しました。リプレイはミッドです。
しっかりと当てることができましたね。はい、竹ちゃん選手としては今回初登場になるので、うん、どうしてもそこの緊張なんかもあるとは思いますけれども、まあその自分が普段使ってるチャンピオンを取ってのびのびとプレーしてほしいかなって思いますよね。まあ、コネル選手もいいスキル使って剥がそうとしましたが、ちょっと距離が多くすぎましたかね。そのようですね。トップレーンには瞬間的にドアホーが体を寄せて、これでプッシュの主導権をヒトキンの方に渡したでしょうか。そうですね、おお、役の強気。ちょっと頭が遠い位置ではありますが、シンギュラリティ置いておく。イグナイトはすでにか置いておいてのノルが1キル、さらにはシールドオブデイブレイクでアートまで捕まえてといったところ、ここはなんとかフラッシュアウト間に合いました。おお、竹ちゃん選手もう一度ですか、ノックアップ合わせていっての無気力ショット。これアーティファクト選手意図的にレーンを下げていそうですね。おお、この状況であれば絶対押し返せはするはずなんですけれども、はい、あえて押さずにタケちゃん選手にガンク来てもらうように設定して、まあ深く守ってるような形が、うん、考えられますね。なるほど、レーンを下げるとガンクをいただもらえやすくなるんですか。そうですね、やはりその、まあ相手のタワー下となってしまうと、うん、相手からのタワーからのダメージももらってしまいますの で、ガンクの成功率というのが下がりやすいんですけれども、そうでない状況であれば、うん、十分、ザックであればいろんな場所からガンクが狙えますから、そうですね、はい、それによってキルが取りやすくなりますね。さあトップレーンではポンテムのソロキルということになります。ちょっとヒトキン選手体力が多い状況であればあのようなセットアップ良かったんですけれども、うん、半分まで減ってしまった後にやってしまったので、ちょっとそこの返しというところがうまく決まりませんでしたね。まあ、ただ体力減衰によって発動するヘイメーカーはありますからね、それを狙ったかもしれませんね。シャオコネル強気に CS 取っていきますが、アーティファクトダメージを出していきます。オーソリス選手先ほどから倒されてもアイテムを更新してないですね。何か多分変えたアイテムがあるんでしょうね。うん、そして今ニア選手視界なかったんですよね。うん、入ってきたのを見てそこだろうというような形で打ち込んできましたね。さあボットレーンは2キル獲得になります。1キルが乗るに1キルがニア選手に入りました。ドラゴンどうしますかね。触ってもいいと思いますね。ここでちょうどボットがプッシュできるタイミングですし、うん、ミッドレーンも寄れる状況になってますから、ここでドラゴンを取っておいて次のガンクでボットレーンのタワーを削っておく、うん、そうすると今度ヘラルドが湧いたタイミングヘラルドを取ると、そのヘラルドのタックルだけでボットレーンのタワーが取れる可能性がありますので、うん、はい、そのような形で、動いていくのがいいのかなと思います。どうやらドラゴンは触る判断になりました。おお、ひときにいいダメージだ。レベル6は先行されていますが、それでも果敢にダメージトレードしていきます。その間にオーシャンドレイクを抑えたのはブルーサイド富士通株式会社。こうなってくると、そうですね、かなりレーンのコントロールなどをしてますね。うん、やっぱ各、レーナー富士通株式会社の方は、はい、あまり大きく押すのではなくて、うん、ちょっとこう自分たちの陣地側にミニオンが来るように調整をし続けながら、はい、うん、その位置でタケちゃん選手のガンクを呼び込むような形っていうのを狙っているようですね。うん、あの位置で止めるとガンクは呼び込みやすくなって、まあ、それ以外に何か有利な点はあるんですか。今ちょっとタワーに、ミニオンが入ってしまったんですけれども、はい、タワーに入らない場合は、ミニオンがずっと自分たち陣地の側で止めることができるので、はい、相手からすると後ろに下がりたくても、うん、レーンが長くてガンクを持つ際に危ない、はい、うん、でも自分はすぐ真下に、すぐ近くにタワーがあるので、はい、下がりやすいというような形で有利なレーンができるようになりますね。さあボットレーン躍動士が前に出てきたところをニャがしっかりと見逃しませんでした。ただちょっとドルと離れてしまったようにも見えましたが、ドアホーそこに対してはぶっ飛びスライムカウンターガンクが成功します。さあこれで2キル獲得はやはり富士通株式会社。ドアホー選手もここでボット有利作られてしまったらまずいということで入っていったんですけれども、うん、そのタイミングちょっとアタム選手がちょっと危ないということで下がってしまっていたところで決めきれませんでしたね。トップレーンはここでやっと富士通株式会社ポンテムがプッシュしましたね、レーンを。そうですね、ボットレーンに、ドアホー選手が見えたので、うん、今はボットレーンに、まあ、トップレーンにジャングルが来ることはないだろうと、はい、いうことが分かったので今一気に押していきましたね。さあ CC チェインはシールドオブデイブレイクスタートの最大 CC コンボ、躍動士に対しても DPS を出していきます。ダブルキル獲得はノル。
これでノル選手一気にキルが入りましたし、先ほど言っていたように、最初の後のタイミングでドレイクを取り、次ガンゴを決めたことによってタワープレートが一気に削れ、ここからヘラルドを使うことでも、タワーが取れますし、多分この形であればヘラルドを使わなくてもそのままタワー取れる可能性あるので、ミッドなどにヘラルドが出しやすくなりましたね。フラッシュインからのパーソナルスペース無気力ショット、ラストキルどうしますかね。アルティメットスキル影防止が上がるのこれ待ってますか。無気力ショットもう一度ギリギリブラストコーンがありますが、見えた影防止、このタイミング飛び込んでいきます。これさらにもう一個になるんじゃないですか。スピー溜まりましたね。影防止も飛び込んでいく、パーソナルスペース無気力ショット、お見事ダブルキルです。あの体力状況を見るに、おそらくその前の段階でヒトキン選手も平面化使っていたと思いますので、はい、シールドで耐えるってことができませんでしたね、さあこれで各レーナーに着々とキルが集まっている状況。あ、さらにはリフトヘラルド、ここで抑えていきますか。ちょっとアートク選手も穴が少ないので、できればウッキリアクション起こした後なので、ここでリコールしちゃっても問題ないと思いますね。トップレーン倒された後で、ジャングルヘラルドのところに寄ってくるのは難しい状況になってますから、はい、早め早めにリコールしておけると良かったかなという気がします。さあボトルもう一度仕掛けていきます。いや、ここの CC コンボ完璧ですね、ノルの。素晴らしい。バウバウチョッパーからソーラーフレア、ど真ん中、ど真ん中であればスタンが発生します。ニャ選手もこの初プレイながらもしっかりと、はい、大会で物怖じせずにどんどんスキルを打っていって相手を捕まえることができてますね、さらにはボットレーンということで1人のレーンとは違って2人で行いますからね、さらに難しいと思いますが、そうですね、打っていって良かったかなという気がします。難しい状況になってますから、はい、早め早めにリコールしておけると良かったかなという気がします。さあボトルもう一度仕掛けていきます。いや、ここの CC コンボ完璧ですね、ノルの。素晴らしい。バウバウチョッパーからソーラーフレア、ど真ん中、ど真ん中であればスタンが発生します。ニャ選手もこの初プレイながらもしっかりと、はい、大会で物怖じせずにどんどんスキルを打っていって相手を捕まえることができてますね、さらにはボットレーンということで1人のレーンとは違って2人で行いますからね、さらに難しいと思いますが、そうですね。トップレーンではショーストッパーからヒトキン仕掛けていきますが、ポンチェムジャッジメントでは今のも十分勝ちうるようなレベルのファイトだったと思うんですけれども、ちょっとついてしまっていたゴールドのリードというところでのファイト負けになってしまいましたね、そう、ここまではかなりいい状況で富士通株式会社行えています。まあ、ただそれでもT コミュニケーションズレートゲームもいいですよね、展望が。そうですね、十分、キルを回収できる能力あると思いますが、問題はそのレートゲームに行けるかどうかというところですよね、ここまで序盤で有利を作られてしまうとレートゲームに行くというのが難しくなってしまいますからね。ブートビスライムからオコネルに対してドアホー近くにはいたんですが、セットアップカバーすることができませんでした。さあ躍動者はこれでバーサーカーブーツまでは完成、これでムーブメントスピードとオートアタックスピードが上がります。ただリフトヘラルドをミッドレーンに召喚してタワープレート5枚、ただここはドアホーが捕まっている、これは惜しい。これミッドにさらにタックルも入るのでミッドのタワーも一気に削れますね。おそらくミッドレーンに見えたのでカウンタージャングルしてやろうというような狙いだったでしょうか。さあトップレーンレブリッツついていて、おお、ポンテも果敢に仕掛けていきます。スライドブレーカーがあるので思った以上に動けないか。いや、さっき視界があるないというギリギリの縁の攻めぎ合いではありましたが、1キル獲得はポンテム、さらにはボットレーンでも2キル獲得、これでノルはレジェンダリー。アーティファクト選手が寄ったことによって一気にキルにつながりましたね。影防止から飛び込んでいくモンスターというところを食べることができます。本当にゲームを終わらせられるかというのが鍵になってくると思います、どうしてもこういったところで取りやすいタワーが取れるところまではうまくいくんですけど、途中からゲームがペースダウンしてしまうっていうのが、まあ、チームゲームやってる時にありがちなので、プロペースにならずにアイテムをゴールドアイテムに変換していって、有利な状況、有利な人数で戦って一つ一つオブジェクトを取っていきたいですね、実際こうやって4人集まって今回でいうとオーコネル選手を倒してますから、この動きがいいということですよね。そうですね、こういうことによって勝ってる側が人数が多い状況っていうのは負けてる側からすると戦えないという合図になりますので、はい、基本的にはもう下がるしかなくなる、下がらなければこうやって倒されてしまうということになりますので、こういったところで、まあ
この4の場所に戦いに行かずに、例えば今の場合ですと、はい、トップレーンポンテム選手1人ですから ね、ここに対してシティコミュニケーションが人数を寄せることによってポンテム選手を倒すっていうのを狙っていきたいですね、うん、その負けている際っていうのは人数差でまずは言う。フラッシュはないですが、追いつけることか2キロいるんじゃないか。おわ、ライトバインドでしたが、出番者の正義間に合いました。スキルを打つことによって足が止まってしまうので、うん、そのタイミング射程が届いてましたね。さあ、トーマフーツ株式会社はミッドのインヒビタータワー、そこに対してはブルザイ、おお、間をすり抜けるようにポンテムに対してダメージを出していきましたが、ポンテム硬いですね。うん、届きませんでしたね。トーラフレア、うお、2人ともど真ん中合わせる形のパートナルスペースに対してダメージを出していきましたが、ポンテム硬いですね。届きませんでしたね。トーラフレア、うお、2人ともど真ん中合わせる形のパートナルスペース。トーラフレア、うお、に対してダメージを出していきましたが、もうインヒビターターはそこに対してブルザイ、おお、間をすり抜けるようにポンテムに対してダメージを出していきましたが、ポンテム硬いですね。うん、届きませんでしたね。トーラフレア、うお、2人ともど真ん中合わせる形のパートナルスペース。アーティファクトよく反応しました。ツーマンスタンというところも見事決めましたね。あ、そしてオコネルに対しても人数有利があるので負けることは基本的にはありません。ただタワー下で戦うのだけは避けたいですね、うん、まだ自分たちが、まあ、レベルが低いということもありますから、はい、タワーはかなり強力なオブジェクトになりますので、タワー下だけは戦わずに、それ以外の場所で、人数入りで戦っていくというのが重要になってきます。ここから富士通株式会社とすれば、畳むためにはまずは何を狙っていけばいいと思いますか。トップやボットレーンのインヒビターを狙うのが強力だと思いますね、うん、あとはもう間もなく枠リフトヘラルド、これを使うことによって、まあ、残り2つのインヒビターもかなり取りやすくなってくると思いますので、うん、例えば今からトップに4人を、ローテーションさせて、ボットレーンは1人、はい、ポンテム選手を押させるような形ですよね、うん、1-4 の形でミッドレーンは